アレリア、こんにちは。今日も皆様と一緒に聖書の言葉から学んでいけることを嬉しく思ってます。今日はですね、神の御声に聞き従うということについて共に見ていきたいと思います。一言お祈りします。アレリア、天皇様、ありがとうございます。この廃止を見てくださる一人一人の存在を心から感謝します。あなたが今 あなたの計り知ることのできない愛と恵みをこの話を見る一人一人に注いでくださいそしてあなたの御心を悟りそしてそこに生きていくことができますようにあなたの御声に聞いて従っていく人生その祝福の人生を導いてくださいイエス様の皆で祈りますアメンレディア感謝します、えー、今日はですね、えー、今日皆様にお話ししたい、えー、聖書のメッセージは 神の御声に聞き従うということについて少し話していきたいなと思います皆様はあ突然ですけれども神様の声を聞いたことがありますか、えー、はい私聞いたことありますという人もいればあやあんま聞いたことないなって思う方もいるかもしれないんですけれども今日あ読む聖書の箇所の中で出てくるのは神の声に聞き従って行くこと またその神の声に聞き従って生きていくときにどのような人生が待っているのかというのをいうことについてこの聖書の「神明家の30章」からですね共に学んでいきたいなと思いますまた私自身がですね神様の声を聞いて歩んで結果どうなったかというそういう体験談もですね少しお話できたらなと思っていますけれども初めにですね「神明家30章聖書」をお持ちの方はですねぜひ あ手元に聖書を開いていただいてまだ聖書ないなと語ってもですねあの聖書のアプリとか使ってですねあ確認していただけたら嬉しいですまたあのこのテロップの方にもですね字幕の方で、えー、見事が出てくるのでない方はそちらもね見ていただけたらと思います、えー、まずは新明紀の30章の1節からお読みしたいと思いますこれは神様がイスラエルの民 神に選ばれたイスラエルのために語られた言葉でありますけれども、私たちにも信仰によって神の民でありますから、受け取ることができます。それでは読んできてと思います。新聞30章1節私が謎の前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたが終わりに帰り、あなたの神、主に立ち帰り、私が今日あなたに命じる通りに、 あなたもあなたの子供たちも心を尽くし命を尽くし未声に聞き従うならあなたの神主はあなたを元通りにしあなたを憐れみあなたの神主があなたを散らした先のあらゆるための中から再びあなたを集められるもうちょっと読んできますたとえあなたが天の果てに追いやられてもあなたの神主はそこからあなたを集めそこからあなたを連れ戻される あなたの神主はあなたの先祖が所有していた地にあなたを導き入れ、あなたはそれを所有する。主はあなたを幸せにし、先祖たちよりもその数を増やされる。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心に割れを施し、あなたが心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされる。あなたの神主はあなたの敵にあなたを迫害したあなたを憎む者たちに、これらすべての呪いを下される。 あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神主はあなたのすべての手の技、あなたの体の身、家畜が生むもの、大地の実りを豊かに与えてあなたを栄えさせてくださる。誠に主はあなたの人たちを喜ばれたように、再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この三吉屋の書に記されている主の命令と掟を守り、 心のすべて魂のすべてを持ってあなたの神主に立ち返るからである、えー、ここの箇所で、えー、神様がイスラエルのためにあなたたちがまたあなたとあなたの子供たちが心と命を尽くして御声に聞き従うならこういう祝福があるよということを語るんですね神様の声に聞き従うならと 語られてるんですけど私たちもですねこの神様の声を聞き従うということそれはできるんですねどうやってできるかというとこの聖書を読む時に私たちは神様の声を知ることができます実際に私たちが話しているようにあ友達と話している時に声が聞こえるように家族と話している時に声が聞こえるようにそのように声が聞こえる場合もあるかもしれないけど多くはですね 聖書の言葉を通して神様は私たちに御声を持って語ってくださるそのような方でありますなので私たちが聖書を読むたびにですね神様の声を心で知ることができ感じそれに従っていくことができます私たちが聖書を読んでそれを実践していく時この御言葉をどうやってやるのかなと考えながらどうやってやればいいですかと祈りながらですねその御言葉を実際に行動に移していく時に神様は素晴らしいことを行ってくださるんですね 御に聞きしたがまた神様はこの聖書の言葉として語られるんですけど私たちが父・子・聖霊といって三密体の神である聖霊様の御声神様がですねイエス様が私たちの中に住んでられるんですけど神様と親しく呼んでいく時に神様は私たちに直接ですね御声を持って心の中にまた耳で聞くこともあるかもしれないんですけどそうやって語ってくれる 信仰を持って神様に求めるものには語ってくださるそのような方であることがですね、えー、書いてあります少し見ていきたいと思うんですけれどもエレミア書の33章の3節に私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと書いてありますここで書いてあるのは私を呼べと手の父さんとイエス様聖霊様神様と呼ぶときにそうすれば私はあなたに答え あなたが知らない理解を超えた大祈ることをあなたに告げようと。イエス様はという時にですね、神様は私たちに答えてくださいます。理解を超えた大祈ることを告げてくださる。そのようなお方であります。また私たちが神様に知恵を求めるとですね、神様は知恵を下さるということが、ヤコブ書には書いてあるんですけれども、私たちが神様に信仰を持って求める時に、神様は心に語ってくださる。精霊の様は御声を持って語ってくださる。そのような方でもあります。 ある時ですね僕が大学あ4年生の時にちょうど就活をしてた時期にですね、あのーまあ、大学卒業したら、あのー、実家である関西にですね帰ろうかなと思ってたんですねそしてちょうど、まあ、秋ごろだったでしょうか関西のいろんな就活のいろんなところ説明会とか行ってたんですねでもまあ大学は千葉県印西市にあるんですけどそちらで、まあ、ある日授業を受けてたんですけどその授業中にですね 神様が僕に語りかけたんですねなんて言われたかというと「イダ今外に行きなさい」って言われたんですね「いやー神様ちょっと授業中ですよ」と言ったんですけどあでもまあ神様がおっしゃるので、まあ、トイレに行くふりをしてですねこっそりと授業から抜け出してあそしてあの体育館裏に行きましたそしたらですね神様が僕におっしゃったんですね「イかカ印刷しで開拓しなさい」って語られるんですよね「いやー神様嫌ですよと」と 本当に、まあ、その時はですね僕は付き合っていて、まあ、彼女が関西に住んでいたので、ああもし関東にですね、まあ、印西市っていうのは、そこで大学で学んでた市だったんですけど、そこでまあ開拓するとなれば、ですねもう彼女がついてきてくれないかもしれないと思って、ですねいやそれは嫌だなと思って、うん、そういうこともあったり、あとまあ家族と離ればあるのも嫌だしなとか、いろいろ嫌な要素が3つぐらいあったんですよね。 自分の結果と全然違うということ。あでも、まあ、その時に祈らされたんですね。あその時に思った見言葉が、マルコの福音書。あ、マタイの福音書ですかね。マタイの。 マタイの4章19節イエスは彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう、うん、ここでまあ、イエス様が私についてきなさいと弟子たちに言われたように私にもイエス様がですね私についておいでと言われてるそういうそのような迫りを感じてですねまあ、イエス様について行かせてくださいとまあ、祈らされましたまあでも そうやっって祈ったものもですすね、ね、まあ。嫌やなっっっててずと思たんですよ、ね、で神様に従いまあでもそうやって言われたにもかかわらずですね僕はさすがにその関西で就職するっていう思いをですね拭いき,きれずにまだずっとあのその説明会とかそういう行くことも考えてたんですけどねけど僕が大学のですねシャワーを浴びてる時もですね電車に乗って 実習教会に向かっている時もですねもう聖霊様が心の中で絶えずですね印刷開拓印刷開拓っいうも,もうその思いがですねもうガン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 鳴り響いてくるんですよねいやーこれは本当に神様やなと思って <laughs> ああどうしようと思っていたんですけどちょうどその時にですねその大学で実習してた教会が選挙旅行でですねあ、えっと、遠くの方にですね選挙旅行に行くことが あったんですねでその選挙旅行に参加してその夜ですね神様に祈りました星空が綺麗なんですね夜その外でですね神様と私はあなたが本当に印刷開拓と言ってるように感じてますとでも本当にそれがあなたの心だったらあなたが御言葉としてはっきり示してくださいとそしてあなたに従いるようにしてくださいと祈ってですねでちょうど携帯の中にですねあの 聖書の見言葉がいっぱい入ってるあのそういう、まあ、メモのところにいっぱい書いてたんで神様語りたいの語ってくださいってピーってですね落ちてたまたま押したところがですね出てきたのが創世記の12章一節だったんですよねそこに書いてあったのはお見せしますシュアブラムに言われたあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいここを産んだ時にああ本当に神様 あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、これはもうマジ関西を離れなさいってことだなと思ったんですね。そして私が示す地へ行きなさい。もう神様が示す地ってそれは本当にこの人材者だなと思って、うんその時。そしてその後半もですね。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなた名を大いなるものとする、あなたを祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。 地のすべてのてて部族はあなたによって祝福される。アブラハムは,は主が告げられたとおりに出ていったここでまあ神様がアブラハムにいるんですよねそして神様に従ってアブラムは出ていくわけなんですよねそして本当にこの出ていった結果アブラハムは,はですね本当にこの全世界の祝福として用いられていったでも本当にこの箇所を読んだ時に私にも神様が 印西ああにとどまりなさいとそのことを示されて「深見さんそうできるように助けてください」って祈ってですねああその就活のスケジュールその就活の,、まあ、予,定の予定とかそういう説明会全部キャンセルして印西しにとどまるという決断をしましたでもそれをそのことの決断によってもう自分はもしかしたら結婚できなくなるかもしれないとかもしかしたら本当に失うかもなってそれがすごい怖かったけどでもイエス様がそうやって導いてくれたので。 神に従う時に本当に全てが祝福されると約束してくれてるんですね、うん、その創世紀の12章では、うん「地の全ての部族はあなたによって祝福される」と「神様の御幸に聞き従うということは本当にリスクを伴います」このアブラムはですねもう自分の住んでた生まれ故郷本当に家族とか自分の素晴らしいコミュニティもたくさんあったのに おそこを離れて神様を示すしどこに行くか分からないとこに行きなさいと,とアブラハムは言われるんですねで,でも行った結果彼は本当にこの信仰のですねあ本当に英雄として彼は用いられ世界の祝福となっていくわけなんですねでまあその結果祝福となる神に従う時に祝福があるまあ私もその結果この印在に残ってですね 働きを続けさせていただいたんですけどそ,のそれで引退して就職して神様そこでですね本当に素晴らしい妙だとたくさんしてくださいました今まあ振り返ってみたらですね本当に神様の見にも未公に帰りしたかった時に本当に神様を祝してくれたなと思ったんですねそれを自分が口に残るという決断をしてからあの付き合ってた彼女と結婚することも決まってですね 結構できるように神様を導いてくれたんですね。またそれだけでなくもう素晴らしい、まあ、住まいとか、まあ、必要なあ経済的なものだったりまた服用を伝えるです、ね、そのような機会を与えてくださったり自分に必要な訓練学びをです、ね、この地でたくさん受けさせていただきましたうん本当にここその神様が今この数年間してくださったことそれを振り返るときに 本当に神様の声に従ってよかったなって思うんですね特にここでそのこっちに残っている結果ですね本当にたくさん良いことがたくさん <laughs> あったんですねまあ一言では言い切れないほどものすごいいろんな見業神様の素晴らしい朝を体験してきましたうんなので神様の声に従うっていうのは、まあ、私たちの内側に 御声を持って語られると同時に聖霊様が御言葉を通して御言葉によっても語ってくださるその2つがですね神様にこうやって語られてるなって感じた時に本当にそれを御言葉として確信を与えてくださいぜひ是非祈ってくださいでその御言葉を握ってですね進む時に本当に神様が素晴らしい道を用意してくださるあそのようなお方でありますうんで、まあ、この神明記に戻るんですけどこの神様の御声に聞き従いなさいということ あなたも子供たちも心命を尽くして向こうに帰したがならこういう祝福が望むよっていうのがですねこの新明キ三ン書に書いてあるんですけど、まあ、どういう祝福が望むのかというのが、まあ、ちょっとよく見ていきたいんですけど、うん、まず1つ目ですね5節、あなたの神主はあなたの先祖が所有していた地にあなたを導き入れあなたはそれを所有する主はあなたを幸せにし先祖たちよりもその数を増やされるまず1つ目がこの先祖 私たちのお父さんおじいちゃんたちがまあ所有してた地そういうまあこの霊的なです、ね、あ地とか、まあ、この実際的なこの地上の地とかいろいろあると思うんですけど本当に神様私たちに素晴らしいものをですね所有させてくださるということですねそしてあなたを幸せにし先祖たちよりもその数を増やされると 私たちが神の声に従っていくときに、本当に幸せが待っています。本当に素晴らしいものを神様くれる。そして私たちを増やしてくださる。それは家族かもしれないし、またそれは私たちを通して生み出されるイエス様の弟子かもしれない。また、あなたの神主はあなたの心とあなたの思想の心に勝手にほどあなたが心を尽くし、命を尽くしたあなたの神主は愛し通してあなたが生きるようにされる。あなたの神様はあなたの敵にあなたを迫害したあなたの憎もうたちにこれらすべてを呪いをくださる。私たちに敵対する、 ものがいたらその人たちを神様が戦って呪いを下してくださるのですね。なので完璧の守りがあって私たちに立ちはだかるものがなくなっていくということですね。ま敵、あ、が立ちはだかったとしてもそいつその人たちも神様がやっつけてくださって呪いを <laughs> 敵に下してくださる。なので本当に勝利をですね、勝利の中を生きていくことができる。9節、うん。 あ,あなたの神し、あなたのすべての手の技、あなたの体の実、家畜がのもの、大地の実のを豊かに与えて、あなたを栄えさせてくださる。まず、このすべての手の技とありますから、この仕事ですね。私たちが働いているその仕事の上に、また、仕事じゃなくて、そのミニストリーの上に、またその働きの上に、私たちの手で触れる、何かする手の働き全部が祝福されていく。本当に良いことをしてくださるんですね。また、体の実、これは子供ですよね。私たちの子供。 息子娘たち、また、この子供だけでなく、私たちがイエス様を伝えてイエス様を信じた、そういう兄弟姉妹、その身もですね、増えさせてくださる。また、家畜が産むもの、もし私たちがまあ家畜を飼っている人がいればですね、そ家畜も祝福される、誰かが牧場を経営している、そのような神様の声に従う人がいればですね、その牧場は祝福されていくでしょう。そして、第一の実の豊かに与えて,てあります。 もしその人がこの畑をやっているならですね、本当にたくさんの実りが与えられる。それだけなんか私たちがやっているその働きですよね。私たちが何か関わっていく人の人生が祝され、また私たちが何かすること、私たちが関わる一人一人が本当に神様の素晴らしさを体験していくことができる。私たちが神に従って生きるときに、私たちの人生は本当に影響力に満ちたものになります。人々の人生に神様の愛と喜びを伝える。 そのような祝福がですね、私たちを通して流されていくんですね。誠に主はあなたの人たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。神様は私たちを喜んでくださって、そして栄えさせてくださって喜ばれる。神様は愛なの方で私たちを本当に幸せにしたいと思っておられるんですね。私たちが本当に栄える人生を生きることを願っておられます。そして私たちが 最高の人生に歩むために素晴らしいアドバイスをいつもですね神様は御言葉を読む時にあ御女を持って示してくださりそれに従っている時に本当に最高の人生が待っていますこれはあなたがあなたの神主の御声に聞き従いこの妙書の主に記されている主の命令と人を守り心のすべて魂のすべてを持ってあなたの神主に立ち返るからである この神様の命令に従っていくっていうのはでもちょっと難しいんじゃないかなとかどうやるのかなと思う方もいるかもしれないんですけど11節にこのように書いてあるんですね誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたものでもない難しすぎないよと14節に誠に御言葉はあなたのすぐ近くにありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができる うん、そして神様はですね、その御言葉は行えるよって、あなたならできるよって、おっしゃるんですね。また16節、もしあなたが私が今日あなたに命じる命令に聞き、あなたの神、主を愛し主の道を歩み、主の命令と起きての定めを守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神、主はあなたが入っていって、所有者としているうちであなたを祝福される。神様は本当に私たちが神の命令に聞いて、神様を愛して神様の道、御言葉に従っていくとき、その道を歩んでいくときに、 本当にそして起きてるさめ、神の御言葉を持っていくときに、私たちは毎日生きていくんですね。そして数が増えていきます。私たちを通して救われる人が増やされ、ま、た私たちを通してイエス様についていく人がたくさんこされていく。また私たちが行くところでですね、私たちを祝福される。どこに行っても祝福されます。そのような祝福が神の声に従うものに注がれるんですね。でもそれとは対照的に、神の声に従わないものにも。 別の処罰があるんですね。処罰というか。うん。17節からは、神の声に従わない場合は何があるかということが書いてあるんですけど、しかしもしあなたが心を背け、聞き従わず誘惑された他の神々を拝み、これに使えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅びうせる。神様に従うとき、四角があり、また神様に背くときに滅びがある。私たちにはどちらかしかないんですね。 どっちの道を歩んでるでしょうか私は命とし19節祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神様は命とし祝福と呪いを置いてくださってるんですね。そして神様はあなたは命を選びなさいと。本当に最高人生生きなさいと。神様はおっしゃるんですね。なので本当にこの命を選んでいきたい。神の声に従っていく。その人生を歩んでいきたい。その意願います。 常に歩んでいくことができるように、最後一と言祈りたいと思います。手の父さん、感謝します。本当に神様、あなたの御声に聞き従うときに素晴らしい祝福があります。しかしあなたの声に従わなく、背いていくときに呪いがあります。滅びがあります。神様、どうぞ、あなたが助けてくださって、私たちがいつもあなたの声に、御声に聞き従っていく、そのような人生を歩むことができますように。心を尽くし、命を尽くして、神の声に、御声に、私も私たちの子供たちも、あ、 私たちこの走り一人一人全員であなたに従っていくことができるように聞き従っていくことができるように聖霊様を助け祝福し導いてくださいそしてあなたの最高の祝福の人生を歩んでいくことができますように感謝しますこの走り一人一人にあなたの大いなる恵みと愛がすがれますように今日もあなたの平安と喜びで満たしてください一人一人が人中を超える愛で満たされますようにあなたの恵みで満たしてあなたの体の力によって一人一人を強めてください今おられるその場所において 神様あなたの圧倒的な喜びがありますように一人一人の人生を大いに祝福してください用いてくださいあなたが立てておる計画の中で素晴らしいその喜びの中を歩んでいくことができるように導いてください感謝して祝福してイエス様の m m e おりますアメンよりは感謝します皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、えー、また何かですね祈った これ祈ってほしいなという人課題などがありましたらコメントの方にどしどし書いていただけたら感謝です。お祈りしていきたいと思います。開始します。